元男友達の神経わからん話。そいつを得ようとする。彼とは高校からの付き合いで、部活とクラスが一緒になったこともあり、まあまあ仲が良かった。とはいえ、一切、恋愛的な関係はない。匂わせ的な行為も、一切なかったと言い切れるし、多分、他の人もそう言ってくれるはず。ちなみに、栄養は、女子との距離が近い男子というか、女子に、男子として意識されないタイプだった。なので、私以外の女子とも仲は良かった。とはいえ、一部の女子は、栄養を意識していたようだし、栄養の恋愛対象は女なので、一切の下心がなかったとは言い切れないと思う。大学は、進学先が異なったこともあり、疎遠になった。ただ、大学在学中に、LINE が台頭してきたこともあり、部活の OB のグループ LINE で、それぞれの誕生日を祝ったり、内輪のしょうもない話をぐだぐだとすることもあった。社会人になり、私は、部内でも早い時期に結婚をした。式は挙げなかったが、部活の OB からお祝いをもらったし、栄養からも他の人たちからも、個別で、祝いの連絡をもらった。それから数年後、私は子供が生まれ、栄養も結婚をして、奥さんが妊娠した。そこから、妊娠出産を経験した私に、栄養から連絡が来るようになった。内容は、妊娠や出産の心構えを教えてほしい。とか、この間にしてほしいことを教えてほしい。とかそういうの。はじめは、初産なら、男親でも不安にもなるだろう。奥さんとお腹の子のことを気遣っているようでよかった。と、律儀に返信していたけど、一週間もしないうちに、だんだん嫌になってきた。単純に面倒くさかったのもあったけど、それ以上に面倒ごとに巻き込まれたくない。という気持ちが強かった。例えば、栄養の奥さんが同じく部活の OB で、私自身も付き合いがある人ならある程度は見逃してくれるだろう。でも奥さんは栄養の職場の人なので私個人は結婚式で会った以外の面識がない。何より初産の時に夫が別の女と頻繁にやり取りしてる方が嫌だろう。自己申告のやましい関係ではない。なんて信用されるわけもない。こんなことで栄養の奥さんから不倫認定されて、私の夫や子供、双方の親に迷惑かけるのもアホらしい。そう思ってすぐに、これまで連絡を返してた私も悪いけど、やめるか頻度を落とさない？初産で、不安で不安で仕方ないだろう奥さんにとっては、別の女と連絡を頻繁に取ってるって、気分良くないと思う。一切の相談に乗らないというわけではないけど、私ではなく、まず奥さんに、してほしいことを聞いて。その後、栄養のお母さんや奥さんのお母さんに聞いて。婦人科の先生に聞いて。その後、参考程度に、やっと私に来るってのが普通だと思う。と送った。その後のやりとりは、細かい文言は違うけど、雰囲気はこんな感じ。なんで急に？旦那さんに何か言われた？夫には何も言われてない。私がそう思っただけ。いくら友達といえど、異性である以上、頻繁なやりとりは、不信感を招いても仕方ない。君の旦那さんはどうか知らないけど、俺の妻は大丈夫。大丈夫って、本人に聞いたのか。そうでなければ、あんたの思い込みに過ぎない。でも、君も、ここまで相談に乗ってくれてたじゃん。そうだね。ここまで無神経だった私も悪い。初産で一番不安だろう奥さんに対して、申し訳ないことをしたと思ってる。あなたも、家庭を持って、子供も生まれるんだから、友人に依存するのはやめた方がいい。元気なお子さんが生まれることを願ってます。ここからは、栄養からの通知を切って、基本的には未読無視。数週間に一回だけ、通知を消すついでに、最新の質問に、箇条書きで返信をする程度に留めた。数ヶ月後、無事に子供が生まれたと連絡があった。素直に喜んだ私は、おめでとう。
元気な子が生まれてよかった。と連絡をした。栄養からは、ありがとう。あの時叱ってくれたおかげで、可能な限り、妻の気持ちに寄り添えたと思う。と帰ってきた。これで一件落着。だと思っていた。一ヶ月後、栄養からグループラインに、みんな、よければ赤ちゃんを見に遊びに来てよ。と連絡が。私はびっくりして、2、3回読み返す間に、B 子が、やったー、お邪魔します。と返信。私は急いで、いやいや、新生児なんて免疫ないから。あんまり他人に合わせない方がいいよ。それに、奥さんだって、体調が万全じゃないのに、気を使わせることになるから申し訳ない。と返信。他の OB も、確かにそうだ。お前個人と別の場所で会うならまだしも、奥さんに迷惑かけそうなのはちょっと。せめてスカイプとかにしない?と提言。栄養は、確かにそうかも。ごめん、変なフィーバーしてたかも。と返信してきた。みんなは、フィーバーならしょうがない。出産祝い送るから、何が欲しいかまた教えて。奥さんが欲しいものでもいいよ。などと返して、会話は終了した。それから数日後、突然申し訳ございません。夫のことでお話を伺いたいのですが、と知らない人から LINE が来ていた。誰だ?と思って名字を見たら、栄養の名字に女性の名前。慌てて、保管していた結婚式の招待はがきを確認したら、栄養の奥さんの名前だった。恐る恐る、大丈夫です。どういったことでしょうか?と返信。すると、即座に着信が来た。これは、妊娠初期の連絡を怒られるかな。と思いながら電話に出た。電話口の A 奥さんは、怒り狂っている。わけでもなく、落ち着いた声だった。内容は、下記の通り。突然の電話で申し訳ない。あなたのことは、夫の学生時代からの友人だと聞いている。結婚や出産のお祝いはありがたかった。他の方にもお礼を伝えてもらいたい。その上で、大変申し訳ないが、夫との離婚を検討している。あなたなら察せられるかもしれないけれど、夫の女友達の多さ、そして女友達との連絡頻度の高さに我慢ができなくなった。悪いこととは知っているが、一度かなり不審になって、夫の LINE を勝手に見た。あなた以外の多くの人にも、私の体のことや、妊娠、出産のことを相談していた。あの頃の夫は、携帯を見つめて、そこから情報を得ることだけに必死で、私自身や子供自身のことは見てくれなかった。そんな中で、唯一、夫に、はっきりと指摘をしてくれたのは、あなただけだった。何も言わず、フェードアウトに近い形で去った人は他にもいた模様。その時から少しずつ夫は私を見てくれるようになった。本当に感謝している。そして出産した後、急に夫が B 子さんという方を連れてきた。B 子さんに何かされたわけではなかった。しかし、まだ体もガタガタで子供の授乳にすら体力を奪われている私を置いて、ベビーベッドを覗き込んでいる栄養と B 子を見てるうちに、栄養と夫婦でやっていける自信がなくなった。これから何かあるたびに女友達に相談して、何かあるたびに女友達をうちに呼ぶことに私は耐えられない。あなたは夫が部活の仲間をうちに呼ぼうとした時、真っ先に夫をたしなめてくれた。本当にありがとう。あなたがこれまで私たち夫婦のためにしてくれたことを、すべてあだで返すようなことになって、申し訳ない。本当にごめんなさい。これを、泣きながら私に話してきた。聞きながら、私も悲しくなってきて。私こそ、あなたを苦しめることをしていたと、気づくのが遅れて申し訳なかった。私たちには、共通の知人こそいませんが、栄養が、OB を前に、あなたを悪く言うようなことがあれば、私が今の事実をみんなに話します。あなただけを悪者にしないようにします。
と言った。二人で電話越しに謝罪合戦になったが、最終的にはいろいろ終わったらぜひお茶でも、という話に落ち着いた。それからしばらくしてコロナになり、世間的にはコロナ離婚のようなタイミングで二人は離婚した。そして栄養はグループラインに、なんで離婚になったのかわからない、と書き込んだので、私は縁切り覚悟で、あんたが女と連絡取りまくってたからでしょ。だから言ったじゃん。いくら友達でも異性と頻繁に連絡取るのやめろって。私もしばらくの間気づかずに連絡取ってたけど、私以外のいろんな人と奥さんほったらかして連絡取ってたら、そりゃこうなるわ。しかも、結局 B 子を家にあげたんでしょ。それで、いい気分する奥さんはいないと思うよ。と返信。しばらく、グループラインが荒れたようだけど、私は即刻グループから抜けた。その後、チーミから事実確認の質問が来たので、奥さんから、こういう電話をもらった。とだけ伝えたら、了解。とだけ帰ってきたので、しーみの方でうまく取りなしてくれただろう。今は、まだ赤子連れで、コロナ禍なので、奥さんとのお茶はできていないが、定期的に連絡は取っている。桜が咲いたら、花見に行く予定。